はい、おこんばんちはゆかでございます。さあ続きをやっていきましょうかね。俺は筋肉王になる。ゆっくり休んで、で筋肉、ひたすら筋肉、パワーパワーパワーオブザパワー、ん、でみたなんだろう、あのパワーオブザパワーじゃない、なんていうか、こう俺の言いたいことわかる、あの力こそ全てっていう言いたいのよ。で、これ多分、パワー C になると思うんだよね。4、5。OK。目指せ1年のうちにパワー A。結構なんか、いい感じですね。しかも見た感じ、こうなんか、最初からさ、あの F とか G がなかったから、今回天才選手かもしれないね。要するにキャプテンは猫田に頼もうと思ってる。俺ですかって。この猫田キャプテン、なんだかんだでいい人なんだけど、まあ、ちょっとこわもてなのはあるよね。あとはなんだぞ、って。猫田キャプテン、どうしたんですか？いや、もちろんキャプテンが引退したからキャッチャーが足りなくなって困った。キャッチャーが欲しいな。そうか、キャッチャーか。なあ、ライ君、紀藤君ってどこのチームに回ってたんでごわすか？あいつはキャッチャーとかファーストやってたじゃん。そうか、紀藤君キャッチャーできるのか。いける、俺ね、いけると思っても、ああいう感じのね、不良っていう感じのね、出してる子にあんま近づけ、あ、G、どうした、ん、もう朝か。なんだか今日から好きしてる。おー、いいね。頑張れね、こわず。やる気出てた。疲れを取れ。疲れ取れてくれよ。え、俺が？よし、わかった。え、本当に？ああ、気が向いたらな。チェ、なんだ。まあ、そういう感じだろうなっていう思って、おいどんより先に来てる誰かが来てる。遅いぞ、ノーキング。その声は、紀藤くん、野球部に来てくれたんだ。つってね、来てくれたんですよ。で、これでキャッチャーが溜まったって感じで。ジェイソンタカ、そろそろ呼ばれたい。そろそろ呼ばれたい。以上。あー、ダメだったか。まあ、難しいよな。これ、グラウンド整備ってこれ、結構体力使うんだよな。なんか、二つ使うからね、体力を。ん？お、嫌なこと忘れ。夜朝まで遊んだ。やる気はもう満タンだからいいです。ちょっともう一回。これで多分パワー B ぐらいいけんじゃん？こんなとこにノートか。右かな？私、おっいいもん見つけるね。日記だ。何が書いてんだろう。よし、こっそり読んでしまえ。じゃあ、ノーキング君。何かっていう人日記読んでんの。ノー君って最低。見なきゃよかったな。おい、いやいや、彼女の変化さんだった。うわ。飽きた。これは気をつけろ。何？そっちからぶつかってきたくせに。なんだと？生意気な。あ、そのユニフォームは、清流高校の生徒だな。そうだ。俺が清流高校の超高校級スラッガー、滝本だ。何？君が？お前のような名も知らない学校の生徒とわけが違うんだ。邪魔だからそこをどいてもらおうか。なんだと？誰かと思うか。おいどんと勝負をして勝ったらこうどいてやる。いいだろう。あとで掘り下げるね。よし、このバッティングセンターで勝負だ。このバッティングセンターでたくさん電話を稼いだ方の勝ちにしよう。いいだろう。まず俺からだ。もう打つね。すごい。満点だ。どうだ？次は俺の番だぞ。ガンガン打つでごわす。おかしいな、俺バット振る練習一度もしないのに半分しか出ない。よく半分も点取れたってぐらいで、むしろ色が合うか。くそバカなやつだ。しかしあのスイングはすごかったな。もしボールに全部ミートしていたとしたら。筋力ポイント、ああ技術ポイントは勝手に上がるからね。でこれで多分どうだ。ほら、あ、全然足りないわ。100、確かね、俺のね、記憶違いだから110以上が B だった気がするんですよね。頑張れば、地区大会1回戦頑張れ。稲刈、どうだ。ちょっと厳しいかな。2対3、あ、惜しい。基本的に自分が出ないともう、初戦負けしているようになってんのかな。難しいね。ちょっともう一回休んで。体力がちょっと心もとないな、これ2ずつ減るのは痛い、かなり。でも評価は結構上がってきてると思うんだよね。タフ度も結構上がってるから、怪我もそうそうしないし。ちょっと見てみようか。どれ？脳か。もっと自分磨かない。あ、マジで？自分磨くの？あいつは最高だよ。あ、チームメイトから評価いいんだな。あ、脳か。試合に出ますね。もう脳王って言っていい？脳キングって言いづらいわ。ねえ。まあまあまあだな。ちょっとじゃあ戻って。せめてパワー B ぐらいにしとかないとな。ほら。ほら、あ、どうした、いいガラシ。取れない球じゃないぞ。すまん、猫だ。もう一球頼む。わしもチャレンジ行くぞーって。イガラシくん、このね、イガラシって人がね、後々あの某、まあ、あの僕のシリーズ見てくださる方は分かってるんですけど、
やばい神イベントに関わってきます。この五十嵐っていう人がね、ぜひながら、ご覧、お楽しみあれ。紹介したい人がいるの、花咲くんかな。はじめまして、パワフル高校から来ました、花咲です。キャーキャー、かっこいい。なんか嫌な空気だじゃん。パワフル高校ってば、名門の。というわけで今日からうちの野球部に預かる花咲くんだ。僕はずっとピッチャーをやってきただっちゃ。みんなエラーしないでくれよな。すごい自信だな。じゃあそれ見せてもらおうか。キャーキャー、花咲くんが投げるんだって。ふっ。どうせあんなやつ大したことないじゃん。まずはソルト。スパーン。次はカーブ。ギュイン。そして最後にフォーク。ストーン。すごいね、ゴアス。お、言うだけのことあるな。ふっ。大きな戦力だ。なかなかでもね、こうやって徐々に強くなってくるんだよね、うちのチームは。で、待って、行きそうじゃね？よっしゃ、パービー。オーケーオーケー、いいね。この、確か140以上が A だったかな。だから相当先ですよね、やるとしたら。でもそれでも俺はグラウンド整備しか許されない。ひたすらパワーを。勉強はでもしないね。どうせ頭まで筋肉なんだ。勉強したって関係ねえさ。彼女いればな。あ、やる気めっちゃ下がる。やる気はそこまで影響しないのかな、多分。お、気持ちがいいな。ピポーン。誰が来たのか。わ、なんでゴアスか、母ちゃん。お前、その人来てるよ。今、玄関待ってもらえるからね。つって。荒井くん。さあ、ここで、おみくじ引くぜ。で、これは、おーしゃー、大吉来たー。ありがとうございます。おー、めっちゃやる気。おー。あ、やる気も2段階上がったね。あ、いいじゃん。ありがたい、これは。よーし、じゃあ、グランド整備。ぐんぐん行くぜ。どんどん行くぜ。へいへい、グランド整備。いけいけ。で、ちょっと休憩。キャーキャー、早見くん、こっち向いて。サッカー部の早見、相変わらずモテモテだな。僕のサッカーショーは、この後4時半だから、それまで楽しみにしていてね、セニョリーダ。ムカつく。え？わしはお前みたいなチャラチャラしたやつを見てるでムカつくんじゃ。男なら、ための男ならもっとシャキンとせんか。うるさいな、一体何なんだよ。わしは日本の柔道界を背負い、ゴンダ・イワオじゃ。ふ、イワオくんって言うの？見た目通るじゃないか。僕はね、君みたいな、何かを背負うとか、暑苦しくて汗臭いな、大嫌いなんだ。何を？もうやるか。ふ、二人ともやめろよ。みんななんかこう、濃ゆいキャラが多いんだよね、やっぱり。まあ、パワープロってそれが醍醐味なのかもしれませんけど。これどれだけ溜まった？結構いったんじゃないの？あ、いけそうじゃん。全然溜まってる。あー、肩は上げない。もうパワーオンリー。俺が目指すのはもうそれ。120。で、それで125、126か、今。よし。いい感じで来てるね。ああ。来た。もうすぐ学年末テスト。嫌だな。知らない。学年末テストなんて俺は知らない。それでも俺は、バレたいんで、誰か売れないかな。チョコレート。これ、キット君に渡してほしい。あ、そう。ノー君、何？今度こそ。やって見つけた。はい、チョコレート。ありがとう。これだけあるからノー君手伝って。はぁ、あ。疲れ様です。バイバイ。おいどんって一体。おいどんって一体なんで壊すか。ほんとね、かわいそうに。上がれ上がれ。次元詰まった。そろそろ来るだろ。いいか、まず。来い。なよっしゃ、ノー来た。よっしゃ、はい。試合するぞ。ありがとうございます。いいね、やる気出た。よし。お、これで筋力トレーニングが解禁されたわけだ。でもちょ、故障率 20% は、あー、やばい。そうだ。あー、うね。そっか、間違えた。罰ボタンもこれ、そうか。なんか、決定になるのか。ついダメだ、間違えちゃったよ。慣れちゃない。これ四角、三角四角でこれ、間違えるみたいなボタン、違うボタンなんだよね。ミスの。まあ、ミスっていうか、なんて言うんだっけ、こういうの。停止みたいな感じで。まあいいや、はい、ということで、お勉強。まあ、学力、もう補習とかもうどうでもいいわ。できればもうなんか、女の子とか来てくれて、そこでさ、すげえなんかこう、ダメだ。初めてで、新しい新入部員。その前、僕ですか？てめえが出られへんじゃん。さっさ、表出ろわ。表じゃねえ、前出ろか。失礼しました。あいつら失礼しよ。なるほどね。人の見かけによらないんです。というわけで次回行きたいと思います。ぜひご覧ください。それじゃあまたねー。